ーマート TV 九州。はい、ピーマート TV そして YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。さあ、九州閉店ちゃんのサッキーナです。さあ、本日閉店ちゃんの収録で山口県にございますメガガイア、ヒカリ、ツインパーク通店にやってまいりました。さあ、こちらのお店なんと昨日グランドオープンしているということで、本日朝からずっとピーマートメンバー来店してて、私が今日の最後閉店ちゃんということでお邪魔することになりました。さあね、グランドオープン2日目ということでお客さんとっても多かったという情報ございます。この時間もね、いいジャグラー空いてるかどうかわかんないんですけど、もうジャグラーって言っちゃったね、ジャグラー打つ気満々なんですけど、いい台取れるように頑張っていきたいと思います。それではさっきの閉店ちゃん行きたいと思います。入店。ちょっと広いお店みたいで、なんかいっぱい出た跡があるよいっぱい出た跡この時間なのになんか人がふじゃふじゃいら。ジャグラーこっちですね。こっちがパチンコか。あとこっちから見ていきましょうか。今ねちょうどなんか放送で言ってもらってるね、恥ずかしい。ここがナイジャグ3、これが今日か、11の11、99か。すごいね、角30の33。こっちは昨日より今日で、こっちの角は今日より昨日、そういう流れがあるかもしれないね。昨日と今日逆逆してるのかもね。見て見て、積んでらっしゃる。32の26、5122だって。あ、いっぱい当たってるの見っけ。どうだろうね、この上がりっぷり。119、悪くないかな。33の31、すごいね、延長有期。あ、そうなんですよ、もうね今10時過ぎたんですけど、この会員カードを持ってないとこの時間からは有期できないみたいで、私さっきちゃっかりカード作ったんですよね。なのでちょっとまだ有期時間残ってます。強弱29の26、118、よさげ。26の27、134、それだとさっきの方がいいね。32の29、よさげ。あ、でも129、ここで一回下がっちゃってるんだね。上がりそうだけどね。でらっしゃいますね。わ、1、2、3、4箱、さすがグランドオープン2日目、すごいね。ゴージャグいこうかな。ゴージャグとマイジャグ3が一島ドーンって入ってるんですよ。ファンキーとニューアイムが半々なんで、マイジャグかゴージャグどれだっけ良さそうだったのこれだったっけ。118、今まで見た中で良かったよね一番。ゴーゴージャグラーの611番、こちらにいたします。感じだったじゃあね、ちょっともうジャグラーは打つのを決めてるんですけど、それ以外もちょっと気になるので今日特別にチェックしたいと思います。見て、バジリスク絆422番台さん、1、2、3、4箱出てるね素晴らしい。しかもまだ当たってて今ストックしたね。大丈夫かな時間待って、何あれ、1台が積んでるの。え見て、めっちゃすごい。島ナンバーワンじゃなくてホールナンバーワンの人見つけたかもしれない。バジリスク絆で1、2、3、4、5、6、7、よくわかんないけど17箱ぐらい出てる8728枚、まんまいくよこれ。足りないか時間が。でも絶対まんまいコースだよねこの人。すごい、8700枚。こっちの方もまだね粘ってる。3箱、すごいね。今2700枚。おきどきは伸びてるね。5566枚。
れも伸びてる6285万円。おきどき角と角に、私ジャグラーの角にを今ね撮ってるから期待できるよ。シュラも見る、シュラもシュラ一島ドーンかな。61だってすごいね。ここで一撃で3743万円、すごい出てるね。当たりおめでとうございます。大当たり回数52回、粘るよね。お、68回の台もあるよ、すごいね。あ、マックスが5279枚、一撃で3200枚。朝からビョンで伸びた感じだね。朝一のお客さんだよきっとこれ。よし、ジャグラウト。はい、それでは、閉店ちゃんゴーゴージャグラー北天使さんですね、スタート。さあ、グランドオープン2日目のお店、まだまだ粘ってるお客さんたくさんいましたので、いつもよりね、観客の方も多いんですよ。わざわざこの時間にね、あ、残って見てくれてる方もいるので、ちゃんと光るところをお見せしたいと思います。まあ、この台が今日マックス2400枚、昨日がちょっと伸び悩んでる台だったので、強弱見た時に昨日と今日が反転してる台が結構あったので、昨日伸び悩んでる台で今日伸びてる台ということで、こちらのゴージャグ選びましたね本日が。でさっきちょっとカメラ回る前に当たりのね、このハマりの感じを見てたんですけど、1回だけちょっと300オーバーがあって、あとは結構コンスタントに当たりを引いてる台だったので、まあ、200行く前に当たるんじゃないかなっていうのを、それがね、これビッグ先行台なので、そのままの流れでビッグ引けるようにやっていきたいと思います。そして私個人的なことなんですけど、今日実は別のお仕事で朝から熊本でお仕事をしてたんですよね。だから今日なんと5時半起き朝5時半から起きて熊本で収録をしまして、そのまま熊本から山口に入ってきたわけですよ。で、この閉店ちゃんが今日カードを作ってるので10時半まで遊戯ができるということで、お家に着くのはきっと深夜の2時とかそれぐらいになるんじゃないかなということでね、私結構今テンションがナチュラルハイな感じだから、前回はちょっと照れて言えなかった入店入店もしれっと言ったんですよ。前回ちょっと遠慮しちゃってね言えなかったんですけど、今日は入店入店で入ってきましたよ。そして前回負けちゃったんですけど、その時の敗因が最初からメガネをかけてなかったっていうところで敗因を言ってたので、今日はちゃんと最初のオープニングからメガネつけてきました。ということは今日は光る日だと思う。追加投資残りが10分ぐらいかな。焦ると気持ちで余裕がなくなるとちょっとね光らない気がするので、余裕を持っていこうね。なんて言ったってグランドオープン2日目、2日目っていうのがミソなんですよ。1日目だと前日のデータないでしょ。2日目ということでちゃんとね前日のデータと今日のデータがどっちもねしっかり回ってる回転数でデータが見れるということで、台が選びやすいので、今日もしも引かなかったらもう私の台選びの才能がないんだなっていうことですよね。ここまで言って引かなかったら困るな。やりません。このね、ちょ玉カードこれを作ってるので、今日は遊戯時間が10時半
作っててよかったね。だから今遊戯されてる方は全員そのカードを持ってるってことですよね。やっぱりよく行くホールさんだったりお近くのホールだったらカード持っとくべきだと思うんですよね。やばいな、今投資5本、光らない。うん、レギュラーでもいいや、光ろう。わお、残り5分かな。よし、ちょっとね、光らないで必殺技、じゃん、ステッカー。新しくなりました、私のステッカー。多分動画の中で初披露じゃないかな、ね、私の愛するワンちゃん60とのツーショットステッカー。やばい、もういつ放送が入ってもおかしくないよ。今投資6分だから、頭が混乱する。計算してビッグだったら勝てる。300枚やろ、トントンかこれ以上もう投資しても意味ないね。ワンビッグワンビッグ、光れ光れ、リプレイいらない。まあ、ちょっとバー狙わずどんどん押すよ。光れ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 、まだ間に合う、まだ間に合う。もうやだこの閉店ちゃんのドキドキ。第3停止、ゴージャゲ頑張って。第3停止、ブドウいらないまあブドウもサイも引いてる場合じゃないんだよね。うわ増えちゃう、この中途半端なやつを流すのがやだ。ブドウこれじゃあ最後ね、サイだった。はいはい、あーごめんなさい、光りませんでした。エンディングでお話ししたいと思います、すいません。やばい、相当恥ずかしいんだけど、みんなドル箱持ってきてる私相当恥ずかしい、うん、見てみんなドル箱でちゃんとね粘った甲斐がある人たちばっかり、恥ずかしいよ、すいませんすいません、手玉じゃなくて貸し出しなんてありがとうございます、チョメダルしましたはい、実践終了しました。じゃあね、本日の結果こちら、投資が300枚、回収が41枚、回収はこれは貸し出しからサンドから出てきた分でございます。こちらの41枚をちょ玉させていただきました。ちょ玉したということは私また来なきゃいけないですね。この41枚で当たれば閉店者成功みたいな、次に持ち越しですね、41枚で。ということで今日グランドオープン2日目だったんですけど、私ねわざわざ本当熊本から飛んできて実質15分ぐらいしか打ってないじゃないですか。何しに来たんだっていうなりそうなんですけど、結構盛り上がってるその後残りが感じられたので来た甲斐はありました。さあそして今日ちょっとね負けちゃったんで自分だけで罰ゲームということで、本日ねこちら山口県ということでまだまだ行きたいと思います。3、2、1、わかりました山口県で言えばフグフグかな、フグかな。ということで罰ゲームフグのモノマネでした。ということで本日は山口県にございます、メガガイア光ツインパーク通店さんに、さっきのが閉店ちゃんでお邪魔しました。ありがとうございます。ピーマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、どうも、閉店くんでーす。CS パチテレで、閉店くんが GO! 始まりましたー。ニッタロビソンいなーい、カムリ番組イエーイ、閉店くんが GO! ぜひ見ちゃってください、えいえい。PTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。
人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。えいえい。